対魔忍TV。 この番組は世の中に対魔忍を広めるをコンセプトに、広報とピコリの2人が楽しいと思うことを好き勝手にやっていく番組です。紳士淑女の皆様、こんばんは。対魔忍広報です。こんばんは、対魔忍ピコリです。私、広報、ようやく iPad Pro をゲットしました。あら、広報にずっと触ってるもんね。念願のゲットですからね。うん。ピコリも、クロウさんも、綿棒さんも、タブレットとか、ノートパソコン持ってるじゃないですか。そうだね。企画会議の時ね、私だけリアルノートでボールペン握りしめてたでしょ。書いてたね。あれ、地味に辛かったんです。生き生きと打ち合わせしてるように見えて、そんな悲しみを抱えていたんだね。対魔忍！正義は悲しみを知らないと、貫くことはできないからね。そうなんだ。対魔忍！うん。対魔忍！うん。対魔忍！そっか。ピコリ！何？なに、どうした？今、悩み相談募集してるでしょ。ああ、やってるね。確かに結構ね、予想以上にたくさん来てるみたいですよ。ピコリ相談員にここで悩みを打ち明けまーす。おー、何ですか、突然。広報の悩みを解決してください。はい、まあ私にできることなら解決いたしましょう。2つありまーす。はい、2つ。iPad Pro の使い方がわかりません。まずですね、愛称番号をちょっとこう入れていただいて、そうですね、入れていただいた感じになりまして、操作できるんですね。そうなんですよ。触ってでタッチしていただけると。なるほど。はい、大丈夫。なるほどね。思うんですけどね。便利だよね。まあね、便利な世の中になりましたからね。はい、なんでもね、パソコンでね、投稿できる時代ですからね。あ、思い出した。何ですか？チーム対魔忍広報。はい。略してチンホ。その略し方はやめてください。もっとね、外で言えるようにね、オブラートに包んでいただきたい。チンホがダメ？ダメですね。ちょっと聞きようによってはね、聞こえちゃうからね。恥ずかしい。はい。ね、ちょっとピー入っちゃう。キュンとしちゃうね。違うね、呼び方でよろしくお願いします、広報に。はい。じゃあ、チーム対魔忍広報。略してチーム対魔でーす。それはもっとダメですね。もっとダメなので、まあ、とりあえず早くね、悩みを相談してください。ご本人お悩み、ないの？あるよね。ありまーす。はい、お願いします。じゃあ、悩み相談いきまーす。はい。ピコリ先生、悩み相談いきまーす。はい、何ですか？お願いします。はい。我々にね。はい、ごめんなさいね。すいません。我々に、最も必要なものって何？って。はい。さっき、トイレ行ってる最中に考えてたんだけどさ。近いな。ちょっと近いから。トイレで悩むぐらいだったら、そんなね、短い時間の悩みだとね、あんま、そんな重要なことじゃないと思うんですけどね。はい、出ました。今が悩みの原因です。なんですか？ごめんなさい。なんですか？ピコリさんに足りないのは、広報への優しさと、仲間意識が足りません。でも、すっごい私も、広報人に対してもう女神のような慈悲深い愛と、すごい、もう強固な、鋼のように強固な仲間意識をね、持ってるとは思うんですけどね。おいおいおい。おいおい。ちょっと触らないでください。ここからが、悩み相談します。うん。本当にします。はい、何ですか？お願いしまーす。はい、お願いします。はい、聞きましょう。はい。何でも聞きましょう。これでね、はい。みんなが、タブレットとか、ノートパソコンをお持ちになったじゃん。うん、なりましたね。仲間意識を強めるために、はい。みんなの端末に、はい。ステッカーを貼りたいのでありまーす。広報の大好きな3人さんが、ステッカーを貼ってくれるか不安でありまーす。そうですね。3人は貼ってくれるでしょうか？いや、まあ。それはとてもいいと思うんですけど、いや、どんなステッカーを貼るんですか？対魔忍 TV のでーす。ステッカーないじゃん。作るもーん。いやね。じゃあ、広報人がデザインするっていうこと？頑張るもーん。いやー。貼りたい魔忍ー。広報人待って。作りたい魔忍ー。待って、広報人。はい。一応、いい案だなって思うんですよ、私も、ステッカー。でも、私もね、とても、可愛らしい女の子であるので、世間体というものが気になりまして、うん、広報委員が作るステッカーに一抹の不安を抱えておりまして、はい、変なのじゃないんだったら貼ってもいいなとは思うんですけど、はい、その私のね、iPad に貼れるようなものなのかなっていうものがちょっとあるんですよね。すごい。照れちゃう。褒めてないよ。いろいろ想像しちゃった。1ミリも褒めてないよ。でもピコリ、大丈夫。本当に？うん。ベタなやつ作る。本当？信じてるよ。だから、ピコリの私物の iPad mini に、本当に貼っていいでしょ？でも、まあ、iPad mini にステッカー貼ってほしいって。ちゃんと、インスタにもアップしてくれるよね。私の iPad mini ちゃんは、すごい平和な iPad mini ちゃんで。平和守るって。平和守る？広報と約束したじゃないか。本当に？嘘ついたら針1000本飲ますからね。本当に刺していくからね、ここに1000本。おい、1万本でもいけば。分かった、わかりました。じゃあいい、そこまで言うなら私は貼りましょう。はい。全国のママの皆さん。広報に針をさせてくださーい。はい。まあね。縫製仕事大好きでーす。嘘つかなければ貼られることはないからね。大丈夫だよ、広報に。はい。やりますか？じゃあ、ピコリは OK ってことね。そうです。OK です。私は OK です。じゃあ、ピコリ。はい。後の、苦労と、綿棒の、はい。二人に、ステッカーを貼るか聞いてみてほしいな。苦労の、はい。マックは、あいつなんか調子乗ってマック使ってるでしょ？そうですね。なかなかにいいマックをね、使われてますからね。あいつ、マック、スタバに行くためだけに買ったらしいぜ。今ちょっと巷で流行りのスタバでこう、コーヒー型でこうやって。そう。やるやつですね。で、あいつも、使い方わからないらしいぜ。そうですね。マックを買っておきながら、すごい。あいつマジアホです。いや、見た目だけやりたいっていうやつだとね、使い方わかんなくてもね、旗から見たらわかんないですからね。やりたいマリンでーす。はい。で、苦労の調子乗ったマックは、なんか外側が割れてるじゃん。あ、割れてますね、確かに。そう。で、割れてるところをステッカーで隠せると思うんだよね。優しい。でしょ？すごいね。で、綿棒もさ、綿棒タブレット使ってるじゃん。使ってますね。あいつの PC タブレット缶は宇宙人のステッカー貼ってて、いつ、広報ね、シャトルミューティレーションされるかわからないから、張り替えるチャンスなんだよね。シャトルミューティレーションって何？シャトルミューティレーションとは、動物が血とか内臓をね、抜かれて殺される事件があって、怖い。それがね、宇宙人の仕業って言われてるらしいよ。怖いんですけど。でもさ、後方には血も内臓もないよね。え？綿と愛情がいっぱい詰まっております。やっぱ血も内臓もないんじゃん、後方に。内臓がないぞなんて言わないぞ。この変な空気を一体どうしますか？謝るなら今です。牧場で助かった牛もいるけど、キャトルミューティレーションされた牛もいるとかけまして、はい。今の空気と解きます。はい。その心は何とかしたい。何とかしたいと何とかしたい。ちょっと私は。何とかしたいマリンでーす。何とかしたいマリン。元気な牛もいるけど、キャトルミューティレーションされて、死んでる牛もいる。ね、牧場だよ。牧場。はい。うん。何とかしたい。この空気も、何とかしたい。すいません。つぼっちゃった。ピコリ怖いよ。自分の才能が怖いよ。広報が追いかけてくるよ。すごいね。その頭の回転の速さをさ、もっと何かに使ってくれないかな。ね、そんなのは置いといて。そんなの私もちょっと、落ち着かせて、何の話をしていたんでしたかね。なんだっけ？ステッカーです。ステッカーです。はい、ステッカーの話を。広報は今、ピコリを試しました。いや、忘れてましたよね。忘れてましたよね、完全に。忘れていたのはピコリです。いや、おかしいな。ピコリが本当に忘れていたら、広報は、涙で綿を濡らしているとこでした。いや、忘れてましたよね、後方にも。ですよね、忘れてましたよね。ここにここにステッカー作りたいマニー作りたいマニーイエーイ。じゃあ作りましょう。でもね、作るためには何を強めたいんでしたか？仲間意識を強めたいマニーです。はい。イエーイ。はい。リコリのステッカーへの気持ち、伝わったぜ。ありがとうございます。広報頑張るよ。頑張りましょう。冷たくない？仲間意識強めたいって言ってるじゃん。あ、すんごい作りたい。もうステッカーとかもう2000枚とか吸っちゃったりとかしてさ、もうこのね、後方のね、窓からめっちゃばらまいてさ、もう、下々の皆さんどうぞお取りくださいって感じでね、やりたいですね。はい、頑張ってください。頑張ります。はい。でもね、私が貼るんだったら、ね、クローもメンドさんも貼ってくれると思うので、いつ完成するかわからないんですけど、完成したら番組で紹介する感じにしますか？本当に貼ってくれる？みんな。まあ私がね、貼らないと言っても勝手にペペペって貼っときますので、そこら辺はね、安心していただいて大丈夫だと思います。お願いしまーす。偽りの仲間意識でも大丈夫でーす。もう、被るこの罪的な何かはもうみんな一緒に被っていこうみたいなノリですね。それじゃあ。罪。じゃあ、早速、リコリ、デザインお願いします。ちょっと待ってください。後方にもデザインするんだよね。ちょっとこれ見て。ん？分かってたことなんだけど。じゃあ、そうだよね。認識しないんだよね。ここで。はい、ここで。ちょっと、ペンを借りていいですか？お、ペンで。はい、ペン。はい。これ私のペンじゃなくて、後方にのペンがいいかな。そうだね。スペシャルゲストを紹介しまーす。少々お待ちください。はい。スペシャルゲストを紹介されるという。つなぎお願いします。はい、なんか、またね、最近後方に多いんですよね。なんかこう、台本とか進行とかに全くな、ね、関係がないことをいっぱい振ってきて、私につなぎを頼むっていうので、つないでほしいと言われてもね、何を話せばいいのかわからないんですけれども、今回はステッカーを作るということで、はい。どのようなね、はい。いいですか？大丈夫ですか？ペンが使えませんので。ちょっと前回見たぞ、この方。はじめましてなので、自己紹介からですね、まずは。はじめまして。ようこです。ようこさん。はーい。本日、ちょっとあまり近づかないでもらっていいですか？ちょっと怖いんですよね、ようこさん。ようこさん、見た目怖いんで、カメラ、2番のカメラなので、2番カメラ見ていただいて、はい。ようこでーす。ようこさんがじゃあ本日はお書きになるということで。ちょっと待ってください。はい。YouTube の規約的にここぐらいですかね。そうですね。ちょっとこの子も iPad が届きませんね。届かないですね。そうですね。ピコリ選手。はい。一人選手でございます。はい。ちょっと、ようこさん、いけないものが映りそうで、ちょっと怖いですよね。おい。ちょっと待ってください。ようこさん。また消されますよ。いいんですか？ペン回収してもらっていいですか？ペン回収させていただいて。はい。候補を呼んできます。はい。候補に呼んできていただいてよろしいですかね。まあね、ちょっと、なかなかにね、自由気ままに広報2がやられているので。広報さん出番でーす。はい。広報さん入ります。お願いします。広報さん、今日も一日頑張っていきましょう。広報さん、本日、はい、何ですか？マウント直してくれ。マウントですね。失礼いたします。はい。マウント直し入ります。はい。メイクいけてる？はい。メイク直し入ります。はい。サングラスずれてない？ずれるものじゃないですからね。はい、OK です。OK です。広報さん OK です。最近どうなの？はい、聞いてもらえますか？うちの部署に、広報にっていう人がいらっしゃるんですけど、私はすごい進行をしたいんですけど、なかなかに台本を無視して進んでいただくので、進行ができないというのと、今これからステッカーを書いて終わろうみたいな、流れなんですよ、本当は。それなのになんか、終わるね、タイミングのセリフを出していただけなくて、私はどのぐらいで終わっていいのかなとか思いながら、ずっと悩んでるんです。これは、あれですね、広報2によるハワハラ的なやつなんですかね。訴えないでね。じゃあ、訴えないから進めてください。ね、はい。お願いします。早速。はい。キクリ選手に、はい、iPad で書いてもらいたいと思いますが。はい、また。はい、はい。思っているんですけれども、はい、そちらの iPad は、はい、こちらですね。使えませんので、そうですね。広報の iPad で書いてください。はい、では広報2のね、iPad をね、はい。ディフェンス。では、それでは書いていきたいと思います。それでは、一旦 CM どうぞ。対魔忍TV。対魔忍ピコリのレッツデザイン。イエーイ。それではですね、本日は対魔忍 TV のステッカーを書いていきたいと思います。対魔忍。はい、対魔忍。とりあえずこれは下書き、本書きじゃなくて下書きまで書けばいいんですよね。はい。対魔忍 TV のステッカーということなので。対魔忍。対魔忍。次の動画見たいマニン。対魔忍。対魔忍。ピコリはピコリ。ピコリはピコリ。痛いです。ご本人さっきさ、約束でさ、書いてる途中は邪魔しないって言ったよね。ごめんね。すっごい刺さってたよ、後方に。知ってる？私絵描いてる時はあれだからね。その優しくできないタイプの人間だからね。候補に近いです。ちょっと、ほっぺたサワサワするのやってみてもらっていいですかね。結構、ほっぺたサワサワ当たってますね。対魔忍 TV ですもんね。番組名だから、確認しちゃダメ。違うよ、何があったかなっていう。何があるのかなっていう、楽しかった思い出でーす。そう。いつのことだか思い出してごらん。あんなことあったでしょう。対魔忍 TV。広報にこれさ、なんかどんな感じがいいとかあるの？広報に的イメージ。かっこいいやつでお願いします。ごめん、丸字で書いちゃった。どうしよう。これ修正していこうかな。あ、お願いしていい？うん、何？通販で売れるようなデザインでお願いします。あー、そうですね。皆さんに買っていただけるようなやつですね。ちょっと広報2がちょっとトンってやったことで私のペンが、しごみになっちゃった。広報2、通販で売れるような、やつでしょ？だったらなんか筆とかで書いた方がいいんじゃないの？一回ちょっとこれ消しちゃおう。ピコリの iPad mini にもしてるので、お任せします。そうだね。私が飾りたいみたいなやつの方がいいもんね。あ、見て、和風でとかある。これで書いてみよう。ダダン。ダメだ、私。あんまり字がね、良くなかったからね。習字があるな。あ、そうですね。ちょっと、消しゴムで広報に消せるかなっていうね、指示が来たんでね。ちょっと、聞かせていただいて。そうかな。あ、いいね。対魔忍。1画面のフォーム買って踊ってもらってもいいですか？すごーい。ここにあれだよ、指示来てたよ。苦労から踊っといてって指示来たよ。ここにストップストップ、ここに。さっきさ、私とやった約束忘れてない？ここに私さ、ここにさ、うるさくしたらさ、ダメだって言ったよね。聞いてないね。対魔忍。対魔忍 TV。 そうだね。ここにこれさ、あれだよね。やっぱりイラストとかもあった方がいいんだもんね。そうだよね。そっか、イラストがあった方がいい。だって、これ、打ち合わせとかでもさ、持っていくじゃん。うん。我々が対魔忍だぜって、わかるようにしないと、嫌なんだもん。後方に書くからさ、ちょっとここに立ってもらっていい？モデルさんね、後方に。じっとしてってて。もうしてる？モデルさんって動いちゃダメだからね。3分ぐらいじっとしてて。喋ってもダメだよ、ここに。あ、でも喋ってもいいよ。私が書く方に集中するから、ここにね、喋ってもらってて、ここにじゃあこれあれ、ここにじゃない、新しいここにを作って、今のここにを行動させるみたいな感じで書いてもいいんだよ、私は。広報が4時をお送りします。ここにこれ、お年だよ。いいのかな？そうだね。あ、いいね。ちょっと見えないな、ここに。こっち側が見えないな。そうだね。ありがとう。扱いが雑だよね。そんなことないよ。すっごい優しく扱ってる。まるでもう、綿毛を扱うかのごとく、ソフトな扱いを。綿毛。させていただいてますよ、広報に。広報も綿毛だぜ。何気に広報にのその、あれだね、衣装めんどくさい。めんどくさいフォルムなんですね。すごいな。すごいな、なんか。てれってってれって、あ。いいですね。ここにちょっと無言になるのもちょっと耐えられない何かがあるんで。ちょっとこう、ね。素直に言えを助けてほしいって。いや、なんというかこう、空気を読んでほしい。空気を読んでね、こう、何かが欲しいかなって思いつつさ、なんかなかなかに、ちょっと可愛いのはできてはきているんだよ、広報に。あ、広報が、可愛いポーズ取ればよかったんだ。ごめんね、書いてる最中で。もうね、遅い。申し訳ないけど、広報にはもう書き終えた。見て、1カメ見て。考え込む候補。うん。そうだね。よいしょっと。これは、ゾウさんかな？そう、ゾウさん的な。ここに触ったね。触ったよね。画面にはタッチしないって約束したよね、ここに。知ってる？ここに寄せて、ちょっと、苦労がむせちゃったよ。いい？おとなしくしてて、伝えていいですか？うん。そうだね。口だけ動かしていただいて、おとなしくしてもらっていいかな。どうだ？何をしているのかな、ここには。とりあえずハイボールお願いしまーす。オッケーでーす。ここには。じゃあ、書いてる間にやっぱね、私が書いてたらここにも暇なんだろうなっていうのはなんかだんだんちょっと分かってきたから、じゃあ、しりとりでもしようか。はい。お願いします。じゃあ、ピコリ。ピコリ。リンゴ。ゴリラ。ラクダ。ダチョウ。ウサギ。ギター。ターチだよ。タヌキ。たぬき。たぬき。ん？北。東西南北の北。太鼓。太鼓。小餅昆布。ぶーたい。いた。タスマニアデビル。ルーター。タッキー&翼。さだよ。サッカー。カエル。ルビー。ビール。ルだよ。ここにルだよ。ここにルだよ。ここに生きてる？かけたよ。ルーム。ここにかけたよ。ルーム。ルーム。むーかーで。はい。というわけでね。データ。たーだよ。たーですね。はい。一緒に。せーの。タコ。さあ、デザインをチェックしようぜ。そうですね。というわけでですね、こんな感じでとりあえず対魔忍 TV のステッカーの方、出来上がりました。いかがですかね。ちょっとここにね、コホニと、私の似顔絵もあって、そうですね。こう、ちょっと私の、ちょっとこの、ね、後方にと、私の似顔絵あって、文字はですね、ちょっと墨というか、習字みたいな感じのね、筆でね、はい。対魔忍TV、はい。ピコリ選手は、はい。罪を犯しました。え？何ですか？人が違いまーす。おかしいな。忍び失格でーす。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。時を戻そう。すー対魔忍って知ってる？知らない。対魔忍って何？ゲームアプリでもともとあれらしいんだけど、あれって何？とにかく面白いからやってみて。スマートフォン向けアクションゲームアプリ。アクション対魔忍。対魔忍ニュース！全国の対魔忍の皆様、こんばんは。こんばんは。ニュース読み対魔忍広報です。ニュース読み対魔忍ピコリです。それでは、本日のニュースです。ただいま絶賛配信中の対魔忍 RPG では、7月15日、イカれる猫と水着のお姉様のイベントを開催いたします。イベントでは、報酬として、水着姿のクラクルをゲットできます。また、限定ガチャでは、水着姿の風魔時子が登場。こちらなかなかに可愛らしい衣装ですね。ごほうさん。はい。イベントは7月31日9時59分までとなっておりますので、ぜひイベントをお楽しみください。さらに、番組を視聴されている方にプレゼント。ご覧のシリアルコード、RINGO、リンゴを対魔忍 RPG で入力していただくと、対魔石を3つプレゼントいたします。プレゼント期間は本日から7月20日23時59分までとなっておりますので、忘れずにゲットしてくださいね。シリアルコードの入力方法は説明欄をご覧ください。いやー、本日もとてもいいニュースですね、広報さん。広報さん、本番ですよ。大丈夫ですか？寝て対魔忍。本当ですか？広報さん、本番中であります。それでは、皆様、また次回もお会いいたしましょう。広報さん。広報さん。対魔忍TV！ルーだよ。たよ。そう、ルールル。ここにルー、ルーある？あったかな。あるよ、あるよ。ほら、ルーだよ。5分ぐらい考えたらいけるかな。うん、いけると思う。ルービックキューブ。あ、ルービックキューブか。キューブ。ブー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 。ブラトニー。ブラトニー。うん、ブラトニーだよ。あれ？おかしいな。消しゴムができないっていう、まさかの。落ち着けって。大丈夫。落ち着いて。そう。先手まだ、あ、もうちょっとかかるかな。うん。もうちょっとでできるよ。すごいすごい。うん。対魔忍TV ってことですもんね。対魔忍TV。何それ初見なんですけど。え、何か聞こえた？対魔忍 TV。なんか、対魔忍、今ちょっと降ってきた。ほら、絵描いてる時とかってさ、どうしましょう？今。ちょっと今ね。どうしてほしいですか？ピコリス選手。トラブルが発生しておりまして。あのですね、消しても消しても、現れる。人が、消しても現れる人がいるんですよ。どうしようって今、なっておりましてですね。消しているのに、私の罪を消させてくれない人が出てきまして、ちょっと、罪を償うことができないっていう状況下に追いやられているんですが、そうだなぁ。これはどうしたことか。これはもう上からごまかす感じで書いていっちゃえばいいんですかね。こうしましょう。まあね、時を戻したんでね。まあ、多少なりともね、ちょっとね、やらかしたとしても、時を戻してしまっているので、見る方にはわかんないんじゃないかなっていうので。もう一回戻す？大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。習字弁。さあ、忍！あ、レッツピコリデザイン！レッツピコリデザイン！どうしてだ？どうしてだ？なぜだ？ピコリが今日初めてね、ステッカーの制作を今から始めました。はい、今から始めました。はい。どんなデザインができるのかな？すごいよ。どうしようかね。ちょっと、あれだね。消えないどうして、あ、ちょっとね、分かってきましたね。私がこれ、上からくらい黒でね、書いちゃえばいいんですよ。わかんないようにね。OK です。何か。あ、待って。何かがおかしい。おかしいのはピコリだよ。そうなんですよね。システムトラブルがちょっと起こってますね。ガチめのシステムトラブルがちょっと起こっちゃって、あ、任せてください。来ました。ちょっともう私の才能がね、来たのでね、任せてください。OK でございます。まあね、ここら辺のね、システムトラブルなんて私にやっちゃえ、とってはね、ちょいのちょい対魔忍ですよ。いや、叩いの対魔忍そうですね、叩いの対魔忍でね、できちゃうんで、あまり、迷惑をかけないタイプでね。いや、こんな感じじゃないですか？はい。出来上がりました！はい。イエーイそうなんです。え、ね、30秒でこんなにかけたの？そうなの。何事もなくて何のトラブルもなくね、掛け合われたのが、こちらですね。ご覧いただけますでしょうかね。こちらが私のデザインさせていただきました、対魔忍TV のステッカーのデザインとなっておりますが、文字の部分はですね、習字のペンでね、対魔忍TV って、筆で書いた感じのちょっと躍動感のあるね、文字にさせていただいて、まあ、端の方にね、差し支えない感じで、広報選手と、はい。そんな、胸張って言って恥ずかしくないか？そうですか？何何が何もなかったもんね。何もなかったよ。うん、すごい、対魔忍だ。対、魔に対する忍びと書いてね。対する魔の忍びと書いてね。それは対魔忍の説明でしょ？そう、対魔忍 TV です。はい。そうですけど、うん、素敵にね、デザインできたんじゃないかなって思います。なんか、忍の配置というかバランスおかしくない？あ、なんか忍のね、文字だけね、ちょっとね、色味をね、変えた感じがあるからね、多分そのせいじゃないかな。そういうこと？うん。うんヒコリをいじめるな見ないでやめてあげろ今後我々は一緒にね、グッズを作っていくんだから、誰もピコリをいじめるな誰だって間違いの一つや二つは犯すものなんだ許さないぞ許してくださいまあ、ほら、代わりにね、素敵なデザインもね、終えたので、まあ、いいんじゃない妥協点じゃないですかね。はい。おい。いかがでしょうか？バッチリでーす。はい、バッチリこんな感じでね。はい。じゃあこれをね、実際にステッカーにするか、はい、まずピコリを一人でね、はい、みんなからボコボコにされるか。そうですね。反省として作文用紙5、600枚ぐらいにもう、対魔忍、対魔忍ってね。忍びを書いていけ、忍びを。忍びをね、書いていこうかなって思いますので。刀の下に心。下心ピコリをいじめるな刀か刀刀刃の下にそうです下心後方をいじめるな見ないで見ないでじゃあ、そんな感じでね、お互いね、漢字の勉強と、反省文をね、書くために、そうだよね、この辺にして。じゃあ今後も、はい。グッズね。そうです、作っていきます。作りたい魔忍だよね。作りたい魔忍です。せめてもの、罪滅ぼしでした。対魔忍でした。皆様、お楽しみにしていただきたい。間違えるなよ。はい。刃の下に心。対魔忍。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。対魔忍、対魔忍。チャンネル登録した対魔忍、対魔忍、対魔忍。次の動画見たいまにゅん、たいまにゅん、たいまにゅん。